回答を求める。その前に尋ねたい。世界そのものと言ってもいいような存在に、俺たちだけでどうやって挑めばいい？やらせようとするからには何か手立てがあるんじゃないのか？精霊は巨大だが、その意志は全体で形作られるわけではない。力が最も集中している中核が意志を生んでおり、それが全体を支えているのである。したがってこの核を崩せば、精霊といえど意志を保てず、単なる精霊力に変えるはずである。どうやってその核とやらを崩せばいいんだ？レナスアルマを用いるのである。加えて王と巫女、お前たちは我々の手になる最も優れた精霊力制御装置である。その力で精霊の意志の核を巫女の肉体に封じ、王がレナスアルマの力でこれを破壊するのである。シオンに精霊を？ねえ、それってシオンが前に言ってた。ああ、自分ごとイバラを滅ぼすためのやり方だ。図らずもシオンの考えは正しかったのか。計算によれば、双方の力の衝突で生じる破壊力は、精霊の核を最終号困難な範囲に拡散させるに十分である。それで精霊を倒せたとして、巫女はどうなる？範囲内の物質は全て消滅が避けられない。消滅？これは実行し得る手段のうちで最も単純であり、故に最も確実な方法である。他の方法は？最善の方法が明らかな時、他の手段の検討は無意味である。そうじゃない。俺はシオンを救うと約束した。彼女を犠牲にせずに世界を守ると誓った。その方法を求めてここまで戦ってきたんだ。他の方法があるなら教えてくれ。最小の損失で世界の存続が得られる手段の放棄は不合理である。お前たちは実行する必要がある。なぜなら巫女の中にすでに精霊の一部が存在しているからである。300年前、奨励の儀を直接司るべく、レナより精霊がレネギスに降臨した。儀式失敗に際し、その一部が切り離されて残留したものと推測される。イバラは精霊の一部？アルフェンの推測通りか。この精霊の断片は意志の核の断片であり、それ自体が精霊の再生の要となり得る。したがってこれがある限り、精霊の意志を完全に消すことは困難である。両者を融合させ完全な状態で打つことが必要だが、抑制のない巫女の外で行うことはただ精霊を強化することにしかならず、論外である。そんな。待て、ネヴィリはレナス・アルマに精霊力の自己組織化を抑える力があり、イバラを中に移せば無力化できると言っていた。イバラと精霊の意志が同じだというなら、やはり有効なのではないか？どうなんだよ、おい。確かにレナス・アルマにはその機能があり、また容量的にも可能である。やった！だがこれは奨励の儀に匹敵する緻密な制御が求められる。奨励の儀はすでに一度失敗し、その際レナス・アルマは失われている。確実性の観点から容認できない。容認しなければどうなるというのだ？星船は復旧されない。お前たちはここを脱出できない。こいつだったらこのまま何もせずここで朽ち果てていけばいい。アルフェン、俺たちが何をしようとしくじればどのみち世界は破滅するんだ。それを見て満足だというならそうすればいい。何も得るものがないままでいいというなら、俺たちは破滅を止めたい、世界を救いたい。だがそれは誰かを犠牲にしてやるようなものじゃない。俺たちのやり方は俺たちで決める。
安全なところからただ見ているというなら黙って見てろ。アルフェン、不合理である。不合理ではあるが要求を承認する。エブレクト、我は観察者である。王と巫女レナスアルマは我が種族の文明が生んだ最高傑作である。それが我らを滅ぼした精霊にどこまで通じるか見届けたい。だけどレナスアルマはどうするんだ。あんたの仲間がレネギスで持ち去っちまったんだ。ならばレナスアルマは精霊の下でダナの精霊力を受ける触媒となっていると推測される。精霊を倒すための道具が精霊の元に行かなければ手に入らないのか。観測によれば精霊力構造の中心はレナの信用と重なっている。意志の核もそこにあるはずである。レナの信用、あの巨大な花のちょうど真ん中だね。もう一つ尋ねたい。レナの精霊はすでにレナそのものと一体化していると聞いた。もし精霊が意志を失えばどうなるのだ。支える意志が失われればレナ世界は崩壊が予測される。この場合でも精霊力は拡散し意志の再構成も困難となるはずである。それって爆発しなくても精霊を倒したら結局その場にいる私たちも危険ってこと。未検討だが、おそらく崩壊は段階的でありそれまでの脱出が推奨される。さっきから聞いてれば曖昧なことばっかりだな。遠くから眺めているだけなんだ。仕方がないさ。レナに行く。星船を直してくれ。合意を歓迎する。だがそれは俺たち自身の大切なものを守るためだ。あんたに言われたからでもあんたのためにするのでもない。それは覚えておいてくれ。お前たちの動機には感知しない。星船の復旧作業を開始した。完了まで待機せよ。にしてもあのヘブレクトの野郎、もう少し分かりやすく話せねえもんか。小難しい話ばっかで頭の中が煮えそうだぜ。安心しろよ。あとはもう休むだけだ。バルナイツ号が使えるようになったらすぐレナに出発だ。本当にレナスアルマ以外に精霊に対抗する方法はないんだろうか。シオンが持っている火のマスターコアにも精霊力の組織化を抑制する機能はあるのだろう。それを使うことはできないだろうか。どうかしら、精霊の全てを収めきれるかどうか。カラグリアで炎の剣は修霊機一つ分の力を吸収してのけた。それでも厳しいと思うか。あの時は吸収した力をすぐ放出したでしょ。それでもあなたは瀕死になった。精霊の力は修霊機とは比較にならないほど大きいはずよ。仮にマスターコアが使えてもあなたの体が持たないわ。あのやたらと合理性にこだわるヘブレクトの35が触れなかった時点で仮に可能であっても難しいと見るべきだろうな。そうか。まだレナ人がダナ人から出たという話のことを考えているのですか。私個人のことではないがね。レナ人全体の行く末の方ですね。元が同じだからといって
ダナ人がレナ人を恨まない理由にはなるまい。それでも向き合うつもりなのですね。死者ではなく聖者のために生きるとは大見え切ってしまった以上はな。隠居する日を夢見ながらせいぜい励むつもりだ。期待しています。そういう君からはレナ人を非難する言葉をついぞ聞いた覚えがなかったな。昔のこと今でも思い出したくない記憶はたくさんあります。レナ人というだけで憎んだこともありました。考えを変える最初のきっかけをくれたのはあなたですよ、ティオハリム。あなたの改革のおかげで初めてレナ人と奴隷としてではなく同僚として接する機会ができました。もちろん蔑みを隠そうともしないレナ人もいました。でもそういう人ばかりではないと知ることができたんです。それが始まりです。レナ人は人でした。良くも悪くもダナ人と同じです。人と人か。それが君の土台なのだな。はい。目の前の相手となら話し合います。そこから分かり合える可能性も出てきます。それをダナとかレナとか言い出した途端一人一人の顔が見えなくなるんです。言いたいことは分かる。だがレナにせよダナにせよその数はあまりに多い。その全てと友人になるのは現実的ではないのではないか。ある人と折り合えなくともその友人となら折り合えるかもしれません。そういう仕組みができるならそれは守るに値するものだと思います。支配による上下の関係でなく絆による横の関係か。それがこの戦いの先に君が見る明日の理想郷の姿なのだな。はい。兄への手向けにはなるでしょう。ですがあくまで明日生きる人のためです。あなたはレネギスに戻るのですか？どうやらレネギス自体にとどまり続けるのは難しそうだね。まずは住むところ探しから始めることになりそうだ。メナンシアのことを忘れていますよ。心に留めておこう。人手が足りないときは呼んでください。いつでもお手伝いします。キュオ、君は、いや、ありがとう、キサラ。よければこれからもよろしく頼む。私たちが同じ種族だったという話も結局のところ私たちの間にある壁を一つ壊すことになるだけだと思いませんか？その発想はなかった。だがな、悪くない考え方だ。え？悪くありません。呼び出したりなんかして話って何？まあ精霊の話が本当ならいよいよこれから最後の戦いだろ。だから今のうちに謝っておきたくてよ。謝るって何を？ダナの意思のことであれこれ言っただろ。操ってるんじゃないかとかなんとか。自分が信じてるものを悪く言われたら誰だっていい気はしないよな。悪かった、ごめん。ローの心配は無理ないよ。形が見えないものが何かしてるかもしれないって言われたら誰だって気味悪いと思って当然だもん。リンウェルはその
ダナの意志を信じているんだよな。やっぱり俺たちより強く感じ取れるからなのか。それもあるかもしれないけど、私は信じたがってるんだと思う。信じたがってる？私が自分の魔法使いの血を嫌ってたのは知ってるよね。ああ、そのせいでずっと隠れて暮らさなきゃならなかったんだよな。そう、ジルファを助けた時、そしてみんなと一緒に戦うようになった時、この力にも意味があったって思うようにはなったんだ。でもやっぱりそれは戦いの力でしかなくて、ダナの意志に触れた時、その大きさ、温かさに圧倒された。あの時思ったんだ、私の力はこれに触れるためにあったんじゃないかって。だからそのダナの意志が悪いものであってほしくないってことか。うん、わかった。ならもう何も言わねえよ。いいの？どうせ俺には確かめようがないんだ。だったら信じたいように信じるだけだ。あのね、精霊の意志もここまでは届かないって言ったよね。もう本当は少しだけ感じるんだ、牢やアルフェン、みんなの中に。どういうことだ？ここに来て気づいたの。意志なんて呼べないほどかすか、本当にかすかだけど、多分ダナのものすべてがそうなんだと思う。俺たち一人一人にダナの意志が少しずつ。それって俺たちがダナの意志ってことか。え？だってそうなるだろ、集まらなきゃダナに意志なんてないんだ。だったらそのかけらである俺たちがダナの意志だってことだろ。そうなのかな。ヘブレクトの35ならわかるのかもな。けどいいや、俺の意志は俺のもの。それで守りたいものを守る。俺はそう信じる。ありがとうな、隠さないでいてくれて。ロウ、あのさ、俺がダナの意志が怪しいとか言ってたの、本当はなんだかお前が遠くなった気がしただけで。なんでもねえ、今のなしだ。え、何、どういうこと？だからなんでもねえって。何よ、この流れで隠し事するわけ？いや、そういうんじゃねえって。じゃあ言いなさいよ。休まなくていいの？いろんなことがありすぎて落ち着かなくてな。それにいよいよ決戦が近いと思うと。シオンこそいいのか？私もなんだか落ち着かなくて。ダナでのスルドたち相手の戦いから始まって、ずいぶん遠くまで来たもんだよな、俺たち。そうね、たくさんの出会い、戦い、本当にいろんなことがあった。もしシオンと出会ってなかったら、俺はみんなとも出会わず、炎の剣を手にすることもなく、記憶も顔もない奴隷のまま、とっくにのたれ死んでいたかもしれない。
つ約束してほしいの。なんだ？もしレナス・アルマが見つからなかった時のこと、レナの精霊を確実に倒すには精霊そのものとその一部であるイバラの両方を倒さなければならない。だから約束して、もしレナス・アルマが見つからなかった時は炎の剣で私ごと精霊を焼き払うって。炎の剣にはレナス・アルマほどの力はない。それでもスルドたちに打ち勝ってきたあの力なら一か八かをかけてみる価値はあるはずよ。本気で言ってるのか？これまで何のために？聞いて、これは私たちだけの問題じゃない。世界のレナとダナ、大勢の人々に関わる問題。この先どんなことが起きるかわからない。だからその時迷わないようにしておきたいの。もちろん死ぬつもりはないわ。そうならないために必死で戦う覚悟よ。ただあなたにも同じ覚悟でいてほしいの。分かった。だけど最後の最後になっても俺は絶対に諦めない。何があってもだ。その俺の勝手も許してほしい。アルフェン、分かった。あなたの勝手を許すわ。ありがとう。これでお愛子かしら？ああ、お愛子だ。あなたが初めて私に触れた時、ん？イバラのせいで私は人のぬくもりを知らずに育った。恐る恐る私に触れた後で人の目に浮かぶのは恐怖だけ。なのにあなたは無造作に私に触れて何の反応も見せなかった。私がどれほど驚いたか想像できる？あの頃は痛覚がなかったからな。痛みが戻ってもあなたは私に触れた。何より私の心に触れてくれた。あなたが痛みに耐える顔は痛くない。それはもうすぐ終わるさ。本当に？それはだって俺も。その続き、イバラのいないところで聞かせてもらう。みんな、十分休めたか？うん、いよいよだね。これ以上ここでじっとしてられないぜ。レナに降り立ち、精霊を倒す。そして総世界に安定を取り戻す。実に単純だ。ダナとレナの新しい未来のために。ええ、必ず守りましょう、私たちの生きる世界を。行こう。これが最後の壁だ。星筆の復旧が完了した。全て正常。ヘブレクトの35、ここが見えるのか？
ダイク・ファイゾルの中ならどこであろうと可能である。覗き趣味かよ。だがこの小さな領地に縛り付けられている、その点は同情すべきかもしれないぞ。星船の機能制限を解除した。これにより転移機能が使用可能である。転移機能？それって赤い女たちが使った？外から船の機能を無理やり使ったのかもしれん。連中がヘルガイムキルならあり得る話だ。これにより接近を察知されることなく直接レナに乗り込めるはずである。またはずか。ただレナそのものから生じる力場の影響により、星船は地表までしか行くことができない。注意せよ。あの殻に見えた部分から自分の足で侵入しろということか。承知した。地表からあの花まで降りていくのか。精霊を倒せばあんたの仲間も元に戻るんじゃないのか。精霊にたどり着く前に戦うことになりそうだな。ヘルガイムキルはすでに種として存続不能である。故に我が種族の救済のために元の聖秘を危険にさらすことは不合理である。分かった。不合理不合理ってそれしか言うことないのかよ。もっと励ますとかあるだろう。行きましょう、ティオ。今？はいはい、早く行く。最後に一つ尋ねたい。なんだ？お前の王としての識別番号は明らかにお前が限界寿命を超えていることを示している。巫女には識別番号すらなく、そもそも計画から排除されたはずである。お前たちが存在存続している理由が知りたい。俺たちがここにいるのは大勢の人々が諦めず思いをつないだもらった複数の構造の相互作用の結果となるのだ。確実に不能だ。そのような不確実性の中で戦い続ける理由は何だ。傍観者であり続けようとするあんたには理解できないかな。よし、パルナイス号に戻ろう。